前たち早いな。俺の負けだ。ベンさん、そろそろちゃんと目標を持った方がよかよ。そうだマス。俺のことはほっといてくれよ。同じ村の住人としちゃ放っておけんのじゃ。目標ってなんだよ。働くっつっても何すりゃいいんだ。とにかくあなた方には霊媒ワンといけんね。やっとこの浜辺が静かになったわい。今しれっとひでえこと言ったな。俺はゴミじゃねえ。私はシルフ。こんなにいろんな人が来るのは久しぶりです。いてて。青い空、広い海、こんなにいい気分に浸っている私を邪魔するのは誰だ。何言ってんだこいつ。誰だ。お前らこないだ戦ったのにもう忘れたのか。そこのチョコボとお嬢ちゃんは覚えてるよね。乗り遅れたわ。初見のやつもいるからもう一回名乗ってやる。俺様はギルガメッシュ。こんな目立つやつさすがに覚えとるわい。ボケとツッコミが分かってないのさ。さあ俺様とレースで勝負だ。俺様が勝ったらお前たちのマシンのハンドルをいただくぞ。じゃあ私とチョコボさんは大丈夫ね。いやそういう問題じゃなくて、っていうか前も同じやり取りしたよね。ハンドルがないやつは履いてるそいつをいただくぜ。さあ勝負しろ。なんか面白そうです。私も一緒に走りたいです。遊びじゃないんだぞ。私たちは参戦するにも乗り物がないざますね。そうじゃの。どうするんじゃ。そもそもあなたが乗れるようなマシンはないざますよ。そりゃあな、わしゃ歩けん、水にしかおれん。私もマシンが必要ざますし。いいこと思いついたざます。それこれで私もあなたもレースに出られるざます。なんでわしがマシンなんじゃ、この恩知らずが。こりゃひでえ。尻に敷かれるってこういうことか。ちょっと違うと思うのさ。なんでじゃ。あの遊びじゃなくて結構真面目に言ってるんだけど、俺様の言ってること分かってる？分かってるです。ゴミに負けるなんて思ってないです。俺はゴミじゃねえっつってたろ。俺様をゴミ扱いとは大した度胸だ。私からはエアロの魔石を教えてあげるです。じゃあ俺はチェンジの魔石を教えてやるよ。さあこれでゴミどもを片付けるです。だから俺はゴミじゃねえっつってんだろ。